ムハンマドビンザイドビンスルターン、アールナヒアーンは、アブダビの交代試験連邦軍副最高司令官で、ある。ムハンマドビンザイドは、本名を、ムハンマドビンザイドビンスルターン、ビンザイドビンハリーファビンシャフブート、ビンディアブビンイーサビンナヒアーン、ビンファラービンヤスといい、1961年3月11日に、急戦オマーンで、ザイード、ビンスルターン。 アール・ナヒ・ヤーンの三男に生まれる。父は、初代アラブ首長国連邦大統領兼、アブダビ首長であり、母は、第三夫人ファーティマ・ビントム・バーラク・アル・ケトビー、同母邸に、ハムダーン、ハッザー、タフヌーン、マンスール、アブドゥッター、イボ兄弟はハリーファが署名した、人類白愛に関する文書に詳述された原則、及び目標を詳細に説明する取り組みとして、 共存のための在イードグローバル基金を立ち上げている。ムハンマド・ビンザイドが最高石油評議会の副議長を務めるアブダビ国営石油会社は、アブダビの化石燃料資源に責任を有する主要な管理機構である。特に原油やガソリン、芳香族の生産、ガス価格設定やポリオレフィン生産能力に関して、いくつかの開発及び多様化戦略の実行を、 監督してきた。トップを務めるタワザン経済評議会は1992年に設立され、かつて UAE オフセットプログラムとして知られていた。アブダビ首長国における経済的多様性の拡大に尽力した。タワザン経済評議会のトップとして、アブダビ皇太子は UAE の経済の多様化をサポートすべく異なる分野にわたり、 防衛関連投資と利益を生むプロジェクトと結びつけるために尽力している。彼が会長を務めるムバーダラ開発会社は2002年の設立以降、アブダビ政府の主要投資会社である。ムバーダラは経済的多様化及びグローバル投資を通じて UAE のために社会的及び経済的利益を長期にわたって開拓することを目指している。加えて、 彼は国の主要な経済計画組織であるアブダビ経済開発協議会の会長も務める。この立場を利用し UAE の民間セクターの支援を求めアブダビにおける事業運営と投資を容易にするためシャラカイイニシアティブを立ち上げた。彼の指揮の下、アドクトは UAE における企業を増加させる数々の取り組みを推進してきた。2018年6月 長期的な経済利益の促進を目指し、主張国と投資家向けに3年にわたる500億、UAE ディルハム規模の刺激策を承認した。また、都市開発を活性化するため、建築規制の包括的な見直しを約束した。彼は、経済の多様化及びグローバル化を目標として、アブダビの人々のために、ファンドに投資を行うアブダビ投資長の副議長を務める。 アジアのポートフォリオは24を超える資産クラスとサブカテゴリーにまで広がっている。10億 AED の価値を有する農業技術のインセンティブ施策を承認したことで、精密農業、農業用、ロボット、生物燃料エネルギー、屋内農業に関するプロジェクトへの資金調達が促進された。ムハンマド・ビンザーアイドは、私立及び公立構想法で、 P-12 以上の教育改善戦略を開発し実行するため2005年設立されたアブダビ教育評議会の議長の地位を通じ UAE の教育水準を最高の国際水準と同等にまで引き上げることにも尽力した。さらにエミレーツ戦略研究調査センターの議長も務める。イクスアは地域に関連する経済的、社会政治的、 そして安全に関する問題について学術的取り組みを展開している。また、UAE の技術開発の育成に力を注ぎ、全国科学技術革新フェスティバルのようなイベントを資金援助することにより、イノベーション文化を奨励してきた。ロボット工学及び自立システムの研究において、UAE を地域拠点に変えるため、ムハンマド・ビン・ザイード国際ロボティクスチャレンジを創設した。 2008年、ニューヨーク大学アブダビ校とのイニシアティブの一環として、シャイフ・ムハンマド・ビン・ザイード小学金プログラム発の小学生たちが選ばれた。このイニシアティブで認められた UAE の優秀な学生には、学術的な指導者育成の特別な機会が与えられる。アブダビ校大使は野生のハヤブサの癌。 アラビアオリックスを保護する UAE による取り組みの先頭に立って自然保護に焦点を当て野鳥の伝染関連の死を防ぐイニシアチブに100万ドルを寄付した。後者の取り組みは2000万ドルのシャイフムハンマドビン、ザイドモード猛金類保護基金の立ち上げの一環である。さらに、個別の種の保全補助金を提供するため2500万ユーロの事前寄付金からなる。 ムハンマド・ビン・ザイード・ダネの保全基金を経引して、種の保全分野における主導者を評価、一般市民との対話において、種の重要性を啓発してきた。この基金は、世界中の種の保全活動への貢献度を促進する、ことも、目的としている。モリー・グアナーカのトカゲの一種エミアリオイデス・ビン・ザイディは、この基金の創設者であるムハンマド・ビン・ザイードの果たす。 役割に敬意を表して命名された。この基金は、ペルーのコルギジェラ・ースール国立公園の種の発見につながる探索を財政的に支援した。国の太陽光、風力、水力発電の技術開発に150億ドルを注入すると公約している。ムバーダラ所有の施設であるグローブルフウンドレスを通じて、ムハンマド・ビンザーアイドは、UAE の半導体製造計画の開発を 支援し、エネルギー分野を含む先端技術への道を切り開いた。2011年、ムハンマド・ビンザーイドとゲイツ財団は、アフガニスタンとパキスタンの子どもたちを対象に、ワクチン購入と接種の資金として、それぞれ5000万ベイドルずつ提供すると約束した。総額1億ベイドルの3分の2は、ご子混合ワクチンと肺炎球菌ワクチンの購入と投与のために、 ガビアライアンスに提供され、パキスタンとアフガニスタンの子供約500万人に6種類の病気に対する予防接種が施された。寄付の余剰金は世界保健機関に割り当てられ、アフガニスタンとパキスタンの子供たち約3500万人分の蛍光ポリオワクチンの購入と投与に充てられる。2018年4月、グッペは2013年の世界ワクチンサミットで、 約束した資金の残金1200万ベイドルの分配により、ムハンマド・ビンザーイドの公約した1億2000万ベイドルの事業の完了を発表した。世界的な健康への取り組みに対する貢献には、マラリア撲滅を支援するロールバックマラリア提携事業の3000万ドルの寄付も含まれる。寄付を発表した1ヶ月後、アブダビはマラリア、ポリオ、 市場中小など世界規模の感染症を根絶する取り組みを中心とした世界的な健康フォーラムを主催した。また、5500万 AED 規模の資金を人身売買撲滅に関する国連グローバルイニシアティブに提供している。ニューヨーク市で開催されるザイードチャリティマラソンは2005年の創設以降、腎臓病への関心を高め寄付金数百万ドルを集めてきた。 レースから得られた収益はアメリカ国立人造財団に寄付される。ムハンマド・ビンザーイドは2000年にクリーブランドクリニックで人造移植を受けた父親に敬意を表してこのイベントを立ち上げたという。2017年には世界の健康改善に貢献するリーチングラスとマイル基金を立ち上げ世界の最貧国の人々の健康と経済の発展に影響を及ぼす。 予防可能な病気の根絶、排除、管理を目的として、この基金を介して1億ドルを募っている。自ら2000万ドルをこの基金に拠出し、他の寄付者には、ビルメリンダ・ゲイツ財団と英国政府が含まれる。寄付は、市場中症、増皮病、ポリオ、マラリア、メジナム死傷といった、最も帰り見られない5つの一般的な熱帯病への対処に焦点を当て、 事前目的の投資は、エンド基金によって管理される。これらに加え、ムハンマド・ビンザーイドは感染症と戦う政策を策定するため、アブダビに拠点を置く機関を設立する意向を発表した。観光事業を促進支持元の芸術を多様化させる取り組みの一環として、ムハンマド・ビンザーイドは、ルーブル・アブダビや、開設予定のグッケンハイム・アブダビなど、 美術館建設に加え、カスルアルホズンなどの文化遺産の保全を支援してきた。2009年、当時のフランス大統領であったニコラス・サルコジと共に、ルーブル・アブダビの収蔵品として購入した芸術作品に加え、フランスの複数の国立美術館から借り受けた作品を含む展覧会をエミレーツ・パレスで開催した。これは、サディアット島の文化地区にあるルーブル別館。 建築工事の開始を記し、同館は2017年11月に開館した。支援活動は、資格芸術の枠を超えて、工術芸術にまで広がった。ナバティの氏の愛好家として、支援の手を地元の施策活動へと広げ、いくつかの市のコンテストを開催している。ムハンマド・ビンザイドは、アミリー警備大使館、UAE 空軍パイロット、空軍と防空軍の指揮官、 副軍の副参謀長を務めた。2005年、UAE 軍副最高司令官に任命され、これに伴って、陸軍中将に昇進した。女性の活躍推進の擁護者である、ムハンマド・ビンザアイドは、伝統的に男性が支配する、数々の分野への女性の参画を推進し、支援してきた。2019年4月、アラブ女性の軍事及び平和維持プログラムに参加した。 女性士官の代表団を歓迎した。参加者は国連の世界的な平和維持活動に備えるためアブダビで訓練を受けていた人々である。彼は女性士官が平和維持活動及び安全保障活動に果たす役割の重要性を強調した。また公共サービス部門でも女性の参画を奨励している。2019年 UAE 発の公認女性消防士をもてなした際、国家発展に向けた真のパートナーであり、貢献者であるとして、女性の役割を強調するとともに、女性が国家の現在そして未来に向けた戦略的な計画を推進する存在であると述べた。さらに、多くの UAE の公的機関に所属する女性代表者との会合を定期的に開き、 国家が有する理想を実現していく女性の能力への信頼を表明した。マラライユスフザイがタリバンの銃撃で頭部と首を負傷すると2012年10月 UAE の救急空機によりイギリスへの搬送を手配バーミンガムにあるクイーンエリザベス病院で長期療養をさせることになる。ムハンマド・ビンザーイドの指示に基づき UAE の官僚は パキスタン当局と緊密に協力して、ユスフザイの専門治療と移送の手配を行った。2013年5月、ウムラの儀式に向かう、道中のユスフザイは、アブダビに立ち寄り、UAE とムハンマド・ビンザイドの援助と支援に感謝の意を表し、アブダビ皇太子の果たす役割は、ムスリムの人道主義的な協議を際立たせていると強調した。ありがとうございます。